そうですね、まず一つは、この映画を支える、要素の一つでとても大きいのはやっぱりこう、城久石さんに音楽がお願いできたことだと思います。これはもう映画を支える上でも大きなミラクでしたね。何より僕がとにかく彼の大ファンでしたので、もうお願いできただけでも、なんだろうな、もう本当にこう信じられない思いで興奮しました。で、久石さんがですね、原作を読んでくださって、最初にあのプレゼンテーションされたのは、彼の最も得意とする、ミニマムっていう音楽スタイルでした。それはですね、音楽で全てを語ってしまうんじゃなくて、あえてこう一歩引いたところで音楽を入れたりとか、あるいは一切音楽はないということで、そこでこう本来聞かせるべき音、要するにそこが効果音ですよね、効果音だったりとかセリフだったりするっていう、その音の要素の全体をこうコンポーズできるという、ところが、彼のすごく特徴でして、僕もそういうなんかこうおぼろげながらイメージを持ってたので、非常にその意見が合致して、非常にこう手応えを感じた瞬間でしたね。